はい、どうもこんばんは。こだるま日和のこだるま幸太郎です。昨日2具買っただよ。スーパー太陽で2具買っただよな。おめえ、俺今一人暮らしでよ、今ご飯チンしてた。チンだけでピロリロリロって言ってんな。まあいいや。でよ、一人暮らしでよ、いつも貧弱な晩ご飯ばっかり食ってっから、視聴者の皆様から、嘘ついちった視聴者じゃねえよおめえ、お友達からよ、もっといいもん食えよって言われちゃったからよ、2具買っちゃいます。2具見てみっかおめえ。これ、はい、これな、アメリカ産だけどよ、アメリカ産のなんて書いてあんの、輸入牛肩ロース薄切りヤギ肉用って書いてあって、493円でした。これよ、今から焼いて食うべえと思うからよ。あれな、ジューってやっから見てろ。そって味付けはこの、はい、これも昨日買った味付け粗挽き塩胡椒な。これきっとうめえだ。おめえ、タレもいいけどよ、タレもいいけど、単純に純粋に塩コショウで肉食うべな。で、肉本来のうまさっつうのを味わってみっぺえと思ってよ。ステーキにすっかなと思ったけどよ、ビフ的にすっかなと思ったけど、まず日立牛のやつ高くて買えなかっただわ。昨日も言ってたべ、そうやってな。とりあえずこのなんだっけ、肩ロース薄切り焼いてみちゃいたいと思います。はい、スイッチオンだっぺ。スイッチどれ押すの、これ。おお、火ついたと思うよ。おめえ、俺料理しねえからよ、どうやっていいかわかんねえだよ。油引くんだっぺ。油は日清キャノーラよ。別におめえ、俺健康になりてえわけじゃねえけどよ、一応な、ここのイエスあったからよ、買って。あ、ちょっといっぺえ減っちったな、いっぺえ減っちった。こんな入れなくていいのかな。ちょっと焼くところ見て、てん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 。こだるまの2分クッキング、もういいがな、やっちゃうか。適当に入れっぺ。お、ジューっつってる、ジューっつってるわ。適当に入れちゃろ、適当に入れちゃろ。焼きながら食うのがうまいのかな。熱い、これ火強すぎて。いい音してんなおめえ。ジューって、ジューって、油飛んでくって。これあー、いい音してるわ。ちょっとあれ、タレやったな、マグロのタレ。あれ、ちょっと食べんのかよ。19年12月4日、ヤギ肉のタレっつうのが冷蔵庫に入ってました。これちょっと使ってみて。あとあんのだな。ポン酢タレっつうのもあります。これも使ってみて。焼けてきた、やべ、なになに。とりあえずよ、とりあえずまずは純粋な味を楽しむために、味付け粗挽き塩コショウをパッパッパーと振り、パッパッパーと振りすぎか。これあ、時間が
押してます。こだるまクッキング大変。どれどれ、空間な空間な空間な、うめえ。やっぱ肉は、うん、牛肉だな。うん、うん、これちょっとこれ、次これ具たっぷりのポン酢だれ、こっち熱い。うん、うまい。あ、はい、次これエバナ焼肉のタレ、リンゴと蜂蜜でまろやか甘口って書いてあります。うめえ。これはこれでうめえ。うん。うん、今日まず米食うわ。佐藤のご飯チンしました。やっぱあれだな、肉食ってる時は白米食うとうめえな。うん、幸せ。うん、どうすっかな。やっぱ塩コショウ、塩コショウで食ってみっぺ。塩コショウうめえわ。ウリ、肉の味が、うん、します。じゃあ、まあ、続きまだ余ってっからよ、続き焼いて食います。うん、じゃあまあそういうわけで、こだるま一人暮らしで肉を焼いて食ってみた、うめーでした。はい、したっけ。